はい、どうも皆さんこんにちは、アクトルブログです。ということで、昨日死ぬほど爆食をして16時間ぐらい爆食し続けたんかな。本当に最初は5000カロリー、キロ以上は絶対取らなあかんなっていう気持ちからスタートをして、8000ぐらいまでには収めたいと思ってたんやけど、1万は取ったんじゃないかなってリアルに感じてて、最後もう気持ち悪すぎてもうお風呂も入れへんくてそのまま寝ちゃったんですけど、久々にね12時間ぐらい寝ました。幸せやった。昨日やっぱ爆食して一番感じたのは、本当に幸せ食べられるって、体の元気だったりとか精神的な元気っていうところではめっちゃ戻った。残る2週間の減量なんてへっちゃらなんじゃないかなって正直思っちゃうぐらい、まあきついとは思うんやけど、だから全然まだ全くお腹も空いてないし、逆にご飯どうしたらいいんやろっていう感じではあるんやけど、すごい幸せでした。ありがとうございます。体はこんな感じですね。 4.2 キロ増えました、1日で。思ったより体もねむくんでるんやけど、めちゃめちゃむくんでるかって言われたらそうでもない。まあ今から有酸素運動に行って、で通常の1日に戻して、また明日どのぐらい体が変わるのか、むくみが取れたら代謝が上がってるから、どのぐらいのスピードで加速して減量を進めていけるのか、ダイエット進めていけるかっていうところも引き続きね皆さんお楽しみにしてください。それではこれから有酸素運動行くんですけど、それまでに満腹飲んでから行きます。だいたいいつも20分から30分ぐらいやるんで、それの前にこの満腹取ると、飲んでから2、30分後が一番感じるんで、体感として。みんなこれ取ってる人も結構そういうことは言ってくださってるんですけど、自分の体感的にもそれが一番感じるんで、とりあえず有酸素の前にとってご飯を食べるという感じですね。でやっぱり山本先生も言ってたんですけど、これサイリウムっていう成分が入ってるんですけど、それが水を含んでめちゃめちゃ膨らむんですよ、お腹の中で。だからすごい満腹感を感じられるっていうことなので、もし体感ねしにくいなって思われてる方っていうのは、結構たくさんの水と一緒に飲んだりとか、水と一緒に飲むっていうことが結構マスト。だからプロテインとかでもいいです。水分と一緒に摂るということがポイントです。あの、これ飲んだだけでも結構すぐ感じるけどな。綾瀬店来ました。今ヒートあったんですけど、めちゃきついね。やっぱ久々にやると20秒全力で20秒休憩を8セット有酸素終わりました。汗がすごいです。マジで水分補給もしっかりしてるんであれなんですけど、すごくない汗で筋肉に冷凍してるという意味でこれから飲みます。これはもっと美味しいんで、これ6グラム抜いて、だいぶむくんでるけど可愛いからな、脂肪ではないなって感じですね。血流がめっちゃ流れていく感じがすごい。逆にコンディションマジで良くなった気がする。めちゃめちゃだわ。有酸素終わって腹筋とかも終わったんで、ご飯を食べます。お腹空いてないですけどね。やばいマジでやばすぎる。あ、楽しみすぎる。 One day later. こんな感じ。減量飯、鶏肉も割引のやつを買いました。どうだろう、すげえ。有酸素終わって、まあ、むくみもだいぶ、まあ、全然むくんでるけど変わったかな。水は抜けたんですけど、また全然むくんでますね。体重測っていこうかな。うわすごい、1キロ減った。 66.6 から65.8 まで減ったな。何よりね、筋肉がなんか元気ないよね。なんかめっちゃパンプしそう、むくみ取れたらなんかさらに張り付きそうな感じがしますね。質素飯に戻るんやけど、鶏胸肉これで250ぐらいかなと、米が 150g ですね。これパック米、ちょっと脂質が 0.6g 入ってるやつなんやけど、これ美味しいね。代謝が上がりすぎてマジでやばい。寝てるだけで汗かく。お肉うまいわ。1年半ぐらい使ってんのかな。うん、お肉高いんやけど2万円ぐらいするし、でも1年半使ってまだ使えてるって考えたら、1ヶ月とか、まあ、長期的に毎日さ減量とかさ増量する人ってこういうご飯食べるわけやんって考えたら、めちゃめちゃ安くない？こういったボニーコムの欲しい人は概要欄にねリンク載せてるんで、そっからポンって見てみてください。買えるんで。これで今日の炭水化物終わり。糖質か、トレーニングの2時間前なんで、これ食べてトレーニングをして筋トレをね、まあ、ちょろっともしかしたら食べるかもしれないです、炭水化物。マジでさ、代謝が上がりすぎて本当にやばい。熱すぎる、体が燃えるように熱い。逆にしんどい、きつい。なんか多分燃費が良くなっ
った悪くなったんかな。だから本当に車で言ったらアメ車みたいな感じ、本当にたくさんの今カロリーを使うというかガソリンを使う状態やから、で原料食に戻してるやん。だからエネルギーが逆に足りひん、足りひんって多分体がなってるんかな。もっと燃やしたい、もっと燃やしたいってなってんのに入れる量が少ないから体がまたなんかズドーンっていう感じではあるんやけど、メンタル的にはねもう食いたくないって感じもあるし、あのまだね多分内容物が残ってる感じがする。ずっとほらもうそう話してるだけでさもう汗かいてきてで今から筋トレ行くんで、その筋トレ行く前にこのパンプパウダーアルギニンね飲んで行きます。筋トレ中は EA か飲みます。ほとんどないわ、また注文せねば。あ、アルギニンも血管拡張作用があるからもっと取るまた汗かくよねそしてカフェイン飲んで、もしかしたらモンスターの0キロカロリー飲んで筋トレいきます。ということでジムに着いたので、今からバトルをしていきます。やっぱ栄養ってマジで大事だなと思うけど、マジで力出る。レッグ数2、3回増えてるし、重量も上がってます。ということで最後筋トレから帰ってきたんですけど、ラストミール鶏肉これ300ぐらいあるんじゃないかな、結構あると思う。ちょっと食いきれへんかったから食べます。でご飯が 100g かな。いただきます。なんすけど立って食べた方がその後が血糖値上がりにくいんでみたいな、食欲がマシなんですよって言ってたんで、もし座って食べてなんか眠たいとかなんかもっと食べたいってなる人は一回立ってみるのもありかも。めちゃめちゃうまい。原料食に戻っても普通に美味しいわ。じゃあやっぱ体も心も元気やから最高。トレーニングも楽しいし、ゾンビみたいな生活からマジで一気に抜け出せた感じやな。はい、ということで今お風呂も入ってもうすっきりして編集して寝るだけなんですけど、今日は爆食後ということで僕もかなり不安な一日になった。コンディションがせっかくね5ヶ月間も減量してきて、その一瞬で全て台無しになってしまう可能性もあるし、それがプラスに働くこともあるんだろうけど、そういったね不安な気持ちっていうのは少し抱えながらチートデイしたんですけど、今日連絡やり取りもさせてもらった大先生からも大丈夫だろうと、任せろ俺にと、バチバチで行かせてやるから信じてついてこいみたいな感じで言っていただけて、僕自身もなんかこれはいけるぞと、さらに勝利に近づいたぞという気持ちが芽生えてきて自信に満ち溢れております。減量末期になってくるとやっぱね筋肉もしぼむしパンプもしにくくなってくるし、ネガティブな気持ちも生まれるんやけど、だいぶリフレッシュもできたし精神的にも肉体的にも回復できたんじゃないかなと思うんで、かなり良かったです。皆さんも目標、筋トレ、ダイエット一緒にね、この夏僕と一緒にダイエット以外も頑張っていただけると嬉しいです。僕も最後大会まで残りあと2週間なんですけど頑張るんで、皆さんも頑張りましょう。ということで今日は爆食後の1日ということで、コンディションだったりとか、まあそれをね脂肪に変えないようにするための食事運動とかっていうのをお見せしていきました。それでは皆さんね、参考になった方高評価チャンネル登録よろしくお願いします。大会も期待しててください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。